皆さんどうも、ドイヒーです。今日はドイヒーのアプリもインディーでお宝探し生活2。今日やるゲームはこちら、ドクターマリオ。なんでマリオの鼻アップにしてるんだよ。果たしてどんなゲームなのか早速やっていきましょう。ドクターだから手術をしていくゲームかな。そんなゲーム子供にやらせないだろう。さあ始まったぞ。真ん中にいるのはカビルンルンかな。これはウイルスだよ。アンパンマン出てこないから。なんか言ってるけど漢字読めないからスキップしちゃおう。やり方わかんなくて大丈夫か。大丈夫だって。あれ勝手に動いてる。もしかしてお化けの仕業。キノピオがまずお手本見せるって言ってたぞ。それならそっと早く言ってよ。言ってたけど漢字読めなかったんだろ。なるほど、同じ色をくっつければウイルスが消えるのね。簡単なルールだね。それじゃあやってみよう。赤いのしかいないじゃん。こんなのだったら楽勝だよ。ぶっちゃけ赤ちゃんだってクリアできるよ。赤ちゃんには無理だろう。何言ってんの。赤ちゃんって言ってもパンダの赤ちゃんだよ。パンダの赤ちゃんにはより無理だろう。さあこいつを消して残り2体だ。横にカプセル一気に並べてズババーンと消したいな。ああ消えちゃった。カプセルだけ並べても消えちゃうのかよ。ズババン作戦大失敗。一体ずつ消していこう。なんか出てきたぞ。どうやらカプセルがなくなってゲームオーバーみたいだ。ステージ1からゲームオーバーでアジュピジュパー。こうならもう一丁。続ける。続けるは途中からなのか。何色かよくわからんカプセル出てきたよ。この色邪魔くさいな。多分レインボーで何色でもくっついてくれんじゃないのか。はいはい。なんで冷めてるんだよ。せっかく教えてあげたのに。これで一気に消せるかな。ザババーン。ステージ1クリア楽勝。一回ゲームオーバーになってるけどね。もっと難しいステージ行っちゃおう。これとか一発で消せたらめちゃくちゃ気持ちいいだろうな。頑張ってやってみよう。黄色が消えて下に赤と青が落ちてくようにすればいいかな。考えるのは簡単だけどやってみるのは難しかったよ。ジュピチュパー。結局ゲームオーバーになっちゃったよ。次は頑張っていくぞ。まず黄色の上に青いのを消せるような状態で置いておく。青を消したら黄色が落ちてって黄色が消えるようにする。そこに赤が落ちてゆく。赤の次に青が落ちてゆく。計画は完璧だぞ。さあ邪魔な青を消してみよう。黄色が落ちていって黄色を消した。赤が降りていって2列同時に消してくれるはずだったのに、1列しか消してくんないのかよ。作戦大失敗でアジュピジュパー。結局このままゲームオーバー。一気に消すのは難しいね。ゆっくり考えたら簡単だからスピードプレイでやってみよう。どう置いたらうまく消せるかなんか考えずに瞬発力でどんどんとウイルスを消していく。そしてスピードでギネスを狙う。スピードのことしか考えてなくてもうめちゃくちゃじゃないかよ。結局このままゲームオーバー。ウイルスたくさんだけどスピードでクリアしていくぞ。ただ色を並べればいいだけ。直感でガンガン置いていくぞ。真ん中の黄色を急いで右に行って全然間に合わなかったよ。赤は左を消す。亀で一気に消える。そして青もガンガン消していこう。黄色を横に消して赤と黄色のやつを回転させるってダメだった。青も消してあとは赤と黄色だけ。このレインボーのやつを右上に置く。そして黄色と赤これをうまくはめ込めばって失敗。あちょぺちょぱー。この失敗のせいでゲームオーバー。スピードでやるのは難しいね。さあ次もスピードでいっちゃうよ。まずは赤を消す。そして黄色で爆弾。黄色と青で左を消す。黄色と赤で右を消すって失敗。あちょぺちょぱー。どんだけミスするんだよ。スピードルールでやると難しいから楽しいね。新しい遊び方としてはいいかもね。というわけで今日はここまで。皆さんよかったらスピードドクターマリオやってみてください。あとよかったら高評価もお願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッチャッチャチャッチャッチャ
チャ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 ンネル登録よろしく。